日本航空と全日空は羽田空港を発着する国内線について今日からの3日間で合わせて590便を欠航すると発表しました。そのうち岡山空港を発着する便は今日と明日それぞれ4便が欠航します。高松空港を発着する便は今日は9便、明日は8便が欠航します。明後日も一部の便が欠航する予定で、明日からの3連休に影響が出ることになります。